皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。本日は突然ですけれども、私滝沢勝成の超絶お気に入りの歪みエフェクターを皆様にご紹介させていただこうかななんて思って動画撮影しております。マジで本当めちゃめちゃかっこいい音で、とってもウォームな音で、この音たまんねえみたいな感じになると思いますので、よかったら最後までお付き合いいただけたら幸いでございます。こちらがその実物の滝沢勝成超絶お気に入りの歪みエフェクターなんですけれども、実は正体が不明なんですよ。どこさんなのか、誰さんなのか、何年生まれなのか、商品名は何なのか、全くもって未知数といいますか、もう正体不明でございまして、まあ見た目から言ってね、そのケンタウルスモデルのまあコピー品というか模倣品というか、そういうコピーモデルだとは思うんですけれども、全然謎。外側にも何も書いてないし、中を開けてみても何も書いてないんだよ。本当なんかヒントなしな感じで。なんでちょっとこの皆様がですね、うわ、そのエフェクター欲しいと思ってもですね、どこで買えるのか全くわからないっていう内容があるんですけれども、まあもう商品紹介とかそういうんじゃなくても、単純にもうね、こんなにいいエフェクターがあるから、もう一緒にこの音を楽しんでいこうぜ、わーみたいな感じの、そういう動画でございます。よかったら、いろいろ音鳴らすので、いい案件みたいな感じで、驚いていただけたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。思想環境としては、いつものお気に入りのバッカスから、ビビのケーブルでエフェクターに行きまして、カナレのケーブルでスタジオ10、ブラックスタースタジオ10 6L6 に行って、音を鳴らしていこうかと思います。とりあえず今、エフェクターはオフの状態です。で、これでアンプの方でゲインをちょっと上げて、トーン真ん中、リバーブをちょっと上げて、マスターを上げていって、鳴らしてみるとこんな感じ。あ、ちょ、ドライブが入ってるかな。これドライブ切ります。こんな感じ。まあクリーントーンって感じですね。普通のアンプのクリーントーンです。こんな感じです。エフェクターオンにしてみましょう。で、このゲインを真ん中にして、トーンも真ん中にして、ボリュームを適切なところまで上げてみます。この時点でちょっといい。このなんか粒感すごい良くないですか。心地いいというか、こんな感じです。ちょっとカッティングとかもしてみましょうか。素晴らしい。フロント、いいっすよね、このね、ちょっと強めに弾いた時のこの弾ける感じ。なんかソロギターっぽく弾いてもなんかこのね、なんかこの粒立ち感がすごくいいんですよね。ちょっとこのフロントじゃなくてこの真ん中にして。
良くない？こんな感じの散々ですよ。うわなんかトーンエロいわみたいな感じになりませんか。ちょっと強めに歪みを言ってみましょう。弦をガーッと上げて、ちょっとこんな感じ。これもいいんすよね。すごいなんかこのサウンドかっこよくないですか。いいね。こんな感じのサウンドでございますよ。でこれはまたすごくいいんだけど、このアンプのこの歪みと組み合わせた時のともすごい好きで、一回ちょっとエフェクター切るじゃないですか。でドライブスイッチを入れて、ここからその歪ませるわけなんですけども、こっからのそのボリューム調整がすげえむずいんですよ。このアンプもめちゃくちゃ音でかいから、本当にもう10あるうちの 0.5 と 0.6 のこのなんかせめぎ合いみたいな感じ。まあこんな感じでございますわ。まあこのアンプ自体もすごくいい音がするからね、これでも結構十分かっこいいわって感じなんだけども、ここからまたこうブースター的な感じでこのエフェクター入れるとまた熱いんですよ。なんかこのザクザク感良くない？こんな感じの音なんです。でさらにこの、なんだろうな、そのある程度歪んだ状態にさせてもらって、でこのエフェクターをですね、このガーッて上げると、これまた音量が上がってこの音もなんかね、すごいちょっとね、歪みすぎではあるんだけど、めちゃめちゃこうなんかね、いいんすよ。なんかこの
こんな感じの音なんです。これまたすごいなんかいい感じっすよね。ちょっとまあ歪みすぎな感じはもちろんあるんだけれども、なんかこの弾いててすげえテンション上がるというか、なんかこんな感じですごい雑に弾いてこう楽しいみたいな感じの気持ちになったりとかするんですけども、なんかすごいいい感じじゃないですか。まあちょっと順番にね、そのクランチーなところからスタートしてカッティングしたりとかアルペジオしたりとかソロギターみたいなことしてみたりとかしてみたんですけども、どうでしょう。結構なんかこのアンプの歪みと組み合わせることで結構このえぐい歪みとかも作れるし、なんか普通にこうザラつき加減っていうんですかね、なんかこれがすごいこのめちゃめちゃ心地よい感じがすごくするんですよ。そんな感じでこの私がですね、もうこのエフェクターすごい気に入ってるわーって言ってる理由が分かっていただけたかと思います、しかしこれがですね一体何なのかが全く分からないというですね、何のためにこの動画を作って何のために皆さん今ここまで動画を見たのか全く分からないんですけども、まあちょっと逆になんかあのさっきの動画とかバーッと見て、あのこれあれじゃねみたいな感じでなんかご存知の方いらっしゃったら、もしあのコメントでいろいろと教えていただけたらすごく嬉しいなと思うところでございます。本家のそのケンタウルス僕触ったことがないから、ね、ちょっとこれがそのそれに近いのかどうかもちょっと何とも判別つかなくてですね、結局のところその区別じゃあそのなんかこの比較対象がないからさ、僕もなんて言ったらいいか全然わかんないんだけども、まあ少なくともいろんなエフェクターをねこのワーッと弾いてきた中で結構トップクラスにもうすごく好きだっていうことを、まあお伝えしたかったところでございます。伝わりましたでしょうか。もし詳しい方いらっしゃいましたらこのエフェクターの、情報をコメントにしていただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。そんな感じですね、今日は単純に、なんかギターの音楽しいなってだけの動画でしたけれども、いかがでしたでしょうか。何かこのご感想とかご意見とかご質問とかありましたら、バシバシとコメントの方残していただけたら幸いでございます。それではこんな感じで今日は終わりにさせていただきましょう。また違う動画をいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら、グッバイ、じゃあね。結局何者なんだろうか本当にこれは